長、通信が入っています。誰からだ。わかりません。送信元は秘匿とされています。出ますか。出よう。スクリーンへ。やはり来たか、ケニー艦長。これはこれは、アルマ将軍閣か。よくぞ生き延びた。戦場でまみえようという希望が叶ったか。我々は連邦の大使として治安維持のために向かっているんだ。戦闘が目的ではない。たちの悪い冗談だ。連邦が治安維持、どの口がその言葉を吐く。戦闘をせず解決したいというのは本音なんだがな。脅しをかけて我らの主権を奪い、厚顔無恥にも無条件降伏を要求するか。我らをどこまで愚弄する。我々は平和のために連合を組んでいる。間違っても銀河連邦への参加を強制しているわけではない。奇弁を。まあいい、議論の時期はとうに過ぎた。銀河連邦の本質は戦闘集団だろう。完成した時空紋章の力を試すにはまさにうってつけの相手だ。まずは貴様らと祖国を連邦に売った裏切り者どもを血祭りに上げ、神聖クロノスの呪しを上げてくれるわ。交渉決裂とは残念だよ。ふん、実験体の保護者を気取る小僧、どちらが真に紋章を使いこなせるか見せてくれるわ。発信地点は？ムータル大統領からの情報にあった小惑星帯のようです。堂々としたもんだ。今の通信内容と解析結果をムータル大統領の機関にも送ってくれ。了解。アルマ将軍らが潜伏する小惑星帯へはあと16時間ほどかかる。平和的な解決をするにしても戦うにしても決戦は明日だ。今のうちに体を休めて英気を養ってくれ。こんなところでどうしたんだ。フィデルこそなんだか寝つけなくてさ。私も。なんかさ、すごく遠くへ来ちゃったね。確かに遥か空の彼方だからな。それもそうなんだけど、私たちレスリアの誰も知らないようなことを知っちゃったし、体験しちゃったでしょ。そうだな。スタール村でテッドと遊んでいたあの頃がずいぶん遠い昔に感じるんだ。遠くへ来たか。最近なんかフィデルも遠い。そんなことないよ。遠い。戦争とかフェリアのこととかあるから仕方ないんだけど、遠くばっかり見てる。ごめんな。謝らないでよ。私が悪い子みたいでしょ。そりゃ困ったな。ずっと隣にいてね。置いていったりしたら許さないから。わかったよ。明日はフェリアのために全力で頑張るから、今だけわがまま言ってもいいよね。フィデル、そばに。
貴様のやり方ではクロノスは救えぬ。銀河連邦の奴隷になるだけなのだとなぜわからん。今内戦を起こしても国力を疲弊させるだけだ。腰抜けが、貴様にクロノスを治める資格はない。これ以上の議論は無用。連邦も腰抜け政府もまとめて叩き潰してくれる。すまないな、ケニー艦長。大統領閣下、これ以上の説得は難しいと判断します。交戦もやむを得ないでしょう。ああ、我々も覚悟を決めたよ。それでは閣下の上官は戦場より距離を取ってください。あとは我々にお任せを。ありがとう、期待している。艦長、敵艦の3隻が攻撃態勢を整えつつあります。分かった。みんな作戦行動を開始する。我々は銀河の平和のため、アルマ将軍率いるクロノス反政府部隊と交戦する。フィデルたちはオチビちゃんたちのために動いてくれ。わかりました。よし、クロノス政府軍を含む全艦に通信回線を開け。通信回線開きました。私は銀河連邦所属艦チャールズ・ディ・ゴール艦長、エマーソン・ティ・ケニー大佐だ。ムータル大統領および銀河連邦司令部より任務を受け、クロノス政府軍の機関として行動する。個々の奮闘にこそクロノスの平和がかかっている。諸君らの迅速な作戦行動を期待する。エマーソンより以上、作戦開始。コース90、マーク135に進路を取れ。双方の被害状況を知らせ。当艦への攻撃は全てシールドでガードされました。被害ありません。政府軍は破壊された艦艇が1、その他大破1、9破2、計3艦が航行不能。反乱軍の艦艇は1隻大破のみです。一度引いて作戦を練り直すか。お前ならわかるだろう。ここで敵に時間を与えるのは致命的だ。引くわけにはいかないんだ。しかしこのまま戦っても被害が増すだけだろう。艦長、僭越ながら。分かってる。それでも敵の首領アルマ将軍を直接叩きに行こう。鍵はフェリアなんだ。彼女さえ奪還できれば戦の意味だってなくなる。簡単に言うな。将軍はあの一番大きい小惑星の中にある基地で指揮を取っているだろう。そこにはシールドがあって近づくことすら不可能だ。いえ、可能かもしれません。この中域へ航行している間、時空紋章についてこれまで蓄積したデータを私なりに解析してみました。リリアさんの力を利用すれば時空に干渉してシールドを無効化することができると思われます。訓練すれば完全無効化も可能でしょう。今の彼女の力でも一部を無効化して我々が侵入するための空間を確保できるかもしれません。つまり敵の首領を直接叩くことが可能です。私、上手にできるかわからない。精神波を分析して、自分もサポートします。リリア、一緒にフェリアを助けに行こう。頑張る。お姉ちゃんを助ける。エマーソンさん、突入の準備をお願いします。了解だ。みんな行こう。転送準備。座標はムータル大統領から受け取ったはずだ。いつもと違って艦隊司令官なんですよ今は。あいにくアルマ将軍のご指名なんだ。あとはよろしくな。頼りにしてるぞ副長。
デッキにトランスポーター。時空移動、そしてシールドの無効化、全てが制御できるようになったとしたら。だからこそクロノスは最終紋章として研究しているのでしょう。それがあんな小さな子に埋め込まれているなんて。むしろ生物でないといけないのかと。フィデルでよかったな。何がですか？リリアが心を開いた相手がフィデルで。はい。まずはシールドの無効化だな。こちらはいつでも。はあ。いった。凄まじいな。どうだ、うまくいきそうか。ダメです、リリアさんのフィールドが妨害されています。お姉ちゃんが。どうやらフィリアさんもフィールドを展開しているようです。リリアのフィールドを展開しながらシャトルで近づいたらどうだ。近づけばフェリアのフィールドも無効にできないか。スキャナーによるとフィールド効果は距離の事情に反比例しているので、リリアさん本人からの距離が近い方が中和効果が高い可能性はあります。しかし非武装のシャトルで敵艦の砲撃にさらされるのは危険すぎます。だが他に方法がないだろう。平気、私行く。チームで一番の勇者はオチビちゃんだったみたいだな。違いない。シャトルならカーゴベイで急ごう。エマーソンよりブリッジ。こちらブリッジ。頼みがある。可能な範囲でお願いします。俺たちはシャトルで敵の本拠地に突っ込むことにした。ダメに決まってるでしょ、危険すぎます。もう決定なんだ、悪いな。次はペトリシアに注意の代わりに長官がそちらに同行します。操縦は俺が担当する。ブリッジから艦長。なんだ。予想航路をシャトルにアップロードしました。確認してください。気が利くな。リリアさん、行けますか。ずっと中院の力を発揮し続けないといけないけど、やれる？平気。いい子。一人じゃない、一緒に乗り越えよう。うん。スペースドア開きます。頼む。シャトル発進する。